YouTube ご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。こっち扉も、はい、あ、ワンウィンドウなんですか。そうです、あります、ね、あ、いい、あ、余裕、ねえ、うん、あ、これいいな。うわ、これサーキット行きてえな。これで寝れんだろ、うん。さあ、ということでちょっとね、中にやってまいりましたけど、いいっすね、やっぱ。いい、これぞキャンピングカー。え、これってここにシートベルトがついてるんですか。もうついてます、ついてます、あるあるある。本当だ、気づかなかった。あ、え、じゃあこれで移動中このまま座って。そうです、高速道路とかも全然 OK ということ。こっちは今シートの下にちょっと隠してあるんですけど、あ、あるんです、こっちも行けます。はい、なんかこう話しながらね、楽しい、絶対絶対楽しい。なんかあれですね、寝台列車とか、ね、まあ、特急みたいな感じですね、この感じ。戦場も広いですもんね。そうですね、立てるんですよね。立てます、立てます、余裕で。ね、180-90ぐらい、もうちょっとあるかもしれないですね。ね、ありますよね、はい、あ、動く、動くし、あ、動く。だからこっちが食べ終わりました、いいよ、いいよ、ね、食べやすさはそっか。僕すごいめちゃめちゃ気になったんですけど、はい、これ何ですか。いやいや、わかるでしょ。飲み物置くんだよ。あ、そうなんですか。ですよね、ですよね。これ窓も全部開くんですか。窓も開きます、開きます。こうしていただいて、こうして、で、まあ、押していただくと、これちょっと車検終わったばっかですね。あ、そういうことか。あ、もっときつくしちゃった。あ、いや、なんで、それはなんだ。バーッと開くんですね。切りやすいですね。開放感がね、出ますね、うん。出ますよね。まあ、さすがにね、走行中はもちろんあれですけど、こう、うん、どっかね、キャンプ場とかで、そうです、バーッと開けて。で、あの、ごめんなさいね、前、失礼します。こういう風にできるので、おいい、シェード。そうです、もう開けて、はい、これでもう風、こっちもそうなんですけど、こっち扉も、はい、あ、ワンウィンドウなんですか。そうです、あります、ね、あ、いい、夏かも、夏完璧だな、これ。こうちょっといいっすね、キャンピングカー。そう、ありがとうございます。なんか本当どっか行きたくなりますね。あ、ぜひぜひ。で、これが収納ですよね。そうです、ですよね、はい。これどうやって開けるんですか。これあの上から押すんですけど。あ、なるほど、はい、よいしょ。おー、あ、いいですね。あ、これで、なに、スペースがね、スペースがね、そうですね、膝かっくん状態になると。なるんで、それは膝かっくん。結構入りますね、これが。だから 1,2 とあって、まあそっちら反対側にもあるって感じですね。そうです、上も有効活用してるんです ね、 いいですね、飛行機のようですね。いや、まさにね、 CA さんがね、大好きなんで、あれ、あれ CA さん、ね、そう、あ、で、中村君、乗客で、乗客で、CA さん、おおまさにそんな感じで ね、 ね、合理的なんですよね、これが一番ね。あ、照明 LED ですよ。 LED、 え、これ LED ですね。あ、ほら、おー、いいじゃん。バッテリーがあるんですか、この車の。あ、そうですね、サブバッテリー、さっきのあの、はい、ソーラーパネルからできてますね。あ、なるほど、はい。まあ、さっきの上のこれが換気ですね。そうですね、換気扇ですね。あ、はい、これを見てたんですね。ですね、この位置ちょうどあって。へ、でなるとやっぱあの辺気になりますよね。まずここは何なんですか、台所的な感じなんですか。そうですね、はー、水もタンク的なものが。そうです、あの、お膝元のそのボタンを押していただくと、はい、これ。そうです、それを押すとロック解除、あ、話していただくとロック解除。あ、あ、そういうことか、オレンジと同じだ、なんか。あ、すごい、こういう系ポリタンクなんですね。そうです、そうです、便利ですね。大体マックスで何リッター。この車は20、20リッター水は使えると。そうです、なんか国産のキャンピングカーでも80リッターぐらいまでいけるやつもいっぱいありますので、はい、80、はい、そうなるとシャワーがキャンピングカーで浴びるっていうスタイルです。それは究極じゃないですか、ちょっと。で、この辺のスイッチが照明ですか。そうです、それぞれ対応してます。全部上げていただいて大丈夫です。お、おお、あらららら、なんか男心をくすぐりますね、このスイッチ。飛行機でしょ、言うと思ったんでしょ。正解。ちなみにこの台所で作る料理って何ですか。そうですね、肉じゃがからしゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶもいける。なんでちょっと合コンもできますよね、キャンピングカーで。キャンピングカーで、ね、行っちゃいたい。行っちゃいたい。で、この外部電源っていうのは、はい、さっき言っていた、そうです、外のコンセントにつないで、はい、あ、これごめんなさい、ここで置いちゃいます。はい、さっき言ってた外のあの丸いパーツのところと、はい、これはキャンプ場とかに今コンセントがある場所が結構多くて、こうつなぐと、ね、そうです、あのこういうところの、あのコンセントも使えるようになるし、バッテリーを消費せずにってことですね。そうです、そうです。あー、すごい。これって何なんですか、この目、なんか。これがヒーターになりまして、ヒーター？真ん中のボタンを押していただくと、うん、OK、 OK、 電源 OK、
あ、ついた。何の人？え、室内のですか？そうです。エアコンってことですか？あったかい方ヒーターだけなんですけど、はい、ソーラーパネルがあるので、うん、エンジン切ったまま一晩中ヒーターつけられる。へぇ、すごいよ。じゃあ夜も快適に寝れると。全然行きます。寒い場所でも、はい、すごい。僕先週ちょうど新潟とか行ってきて、はい、マイナス5度の中半袖で寝てたんで。うわー、すごい。それになります。そんな効くんですか、ヒーター？効きます、効きます。で、ここがあれですか、まさか冷蔵庫ですか？うわー、キンキン冷えてる、冷えてる、広いよね。広いですよ。うちんちの冷蔵庫ってマジで大きさ変わんないこれこれが冷凍ですか？うわー、冷凍もあるんですか？すごい。なんか開け方ミスった俺動けないちょっと全然動けないんだよな。キャンピングカー自体も、はい、今は 90% ぐらいは冷蔵庫ついてます。あ、もうほぼついてますね。ほぼついてるんですね。しかも僕レースが好きなので、はい、サーキットとかはい、そうなんです。いいですよ、ね、いますよね。そう、いるんですよ、駐車場。バーベキューができるようになってたりするんですよね。ありますね。そういうところもキャンピングカーで行って、はい、もう昼間からバーベキューやって、うん、レース見ながらその後キャンピングカーで寝るとか。いや最高だな。例えば土日って行くとしたら、行ってホテル帰ってまたサーキット行くっていう、うん、そうですよね。あそこの手間が、はい、こうキャンピングカーだったら省けるので。そうですね。そういう意味でも使えるってことですもんね、はい、キャンピングカー。お客さん結構います。いや、いらっしゃいます。います。レースの行きます。あ、やっぱそうなんだ。やっぱりそれでキャンピングカーといえば、先ほどお話ありましたけど、寝るという行為ができるわけですよね。もちろんでございます。いや、ちょっと気になりますけども、チラチラ見えてるあちら後ろのスペース、あれはまさかベッドじゃないですか？行っちゃってください。おー、行っちゃってください。体感中とかあるんですか、ちなみに？大丈夫ですよ。あ、大丈夫なんですか？間違いましたね、ごめんなさい。いや、大丈夫。あ、すごい。あ、すごい。あ、合成が結構ある。合成全然言わない、キシミオンとか。確かに。うん。あ、すごい楽。あ、広い、伸びる、足。169センチの自分はもう完全に足伸ばして手も伸ばせるぐらいの。あ、すごい広い。あ、本当に広い。うん、余裕で寝れます。寝れます。すげえ。じゃあ俺も行こうかな。うん、行きなよ、人。うん、ああ、余裕。ねえ。ほんと。ああ、いい。なんでうつ伏せなんだ。僕170センチだけど。うん、いや、なんで仰向けなんだよ。ああ、完璧。仰向けはいいでしょって言ってよ。うん、いや、どう、広い。広いね。全然中野くんでも余裕。余裕だね。中肉中背の僕だけど、うん、いいかよ、その手元のライトよくね、あれはすごい気に入ってるというか。ここ、あれ手元ちょっと見てください。あー、もっと明るくもできる。おー、ちょっと行っちゃいますか。気になるよね。これね、あのあちらのスペース一人用ですよね、はい、うん、明らかにここ広いんですけど。なんか広いのですよね。つながりました、僕の中で。車がね、出っ張ってるじゃないですか、あの、うん、上、うんうんうん、キャンピングカーって、ここのスペースのことなんですね、これ。あー、そっか、出っ張ってると。ここに手を入れて引っ張っていただくと、ちょっと引っ張ってください。はい、おーおーおー、おー、あ、え、え、え、ってことは、え、より広がって。あ、そうです、もう一個あるじゃないですか。はい、おー、広っ。え、あー、奥行きすごいですけど。これ何人寝れるんでしたっけ？ここ3人行けます。3人。いやー、ちょっと取り合いですね。これでもうこのまま乗っかる感じで。はい、はしごあります。ありますね、これ、はい。あ、へえ、ちゃんと。あ、そっか、すげえ。ワクワクしちゃいますね。ワクワクしますね、これ本当に。あ、すごい、見てください、これ。なんならこうもいけますわ、なんなら。あー、楽しいね。はい、え、ちょっと3人の映像が見たいよ。3人寝る時の寝方はどれが正解なんですかね。横向きが一番いいかな。人が登ろうとしてるなら奥に行けよ。あ、余ってんじゃん。余ってる。余ってる。すごい。もっとこっち来なよ、中村くん。もっと。ちょっと。ほら、手しか見えないよ。手しか。普通にこの男3人でも全然いけるぐらい。まあ、うん、多少ね。これ、さすが寝返りで危ないから、さすがにこうですか、本当は。別売りとかになっちゃうんですけど、ここにこう落下防止みたいな柵ができるんですよ。はいはいはい。ちょっとね、中村さん怖いよね。そうですね、自然と寝返りで、うん、外から見たら、あのスペースに人いると思わないですよね。思わないね。そうだね。まさか。いいじゃん。あ、これいいな。うわ、これサーキット行きてえな。これで寝れんだろ、うん、サーキット。なんでサーキット。いや、やっぱもうあの往復が大変なんで。なるほどね。キャンピングカーで行ってこんなじっくり寝て、サーキット朝早いし、もうそのサーキット中寝ちゃえば、うん、余裕だもんな。まあ、簡単に言いますと、これテーブル外して敷けるんですよ、ここのシートのところ
でベッドの天板になるので、あとはこの両サイドの背もたれをこの上に敷くだけ。ちょっとやりますね。はい、畳むとここの部分に無駄がない。すげえ、おー気持ちいい感じです。うわ、いいね、いい、おー、すごい、こんな感じです。あ、いやー、完璧。うわ、ちょっと下行っていいですか。ちょっと、うわ、我慢でムラムラしてる。タックルさんで発情してる。もうこれもう自分のお父さんがこんなの借りてきたらもうテンション上がりまくる。いや、これ実際あれですか、やっぱお父さんが借りてきて家族でみんなでって方ももちろん、もちろんいました。多いぐらいですかね。はい、かそういう方ファミリーが多いです。うちはファミリーが多い。子供たち最高でしょ。最高の夏の思い出ね。なるなるな。なんで夏って決めつけ。いや、もうごめんね。ちょっと俺も言いながら思ったけど。で、タックさん、ここなんか扉あるんですけど、はい、これなんなんすか。どこでもドアです。どこでも、どこ行けんの。嬉しい。ちなみにそのどこでもドアってのはどういう原理なんですか。あ、うちはそこはあの荷物入れに使ってもらってるんですけど、 あとあの男子で大学生が行く方も多いんで、更衣室、結構広いですよ。だからあの車によってはここがトイレにできるってことなんですよね。そうです。トイレとして、トイレ行きます。ほら、こうやってシャワーにもできます。で、シャワーも本当にこう行けちゃいますね。あ、行けるね。全然、あ、すごい広いですよ。防水とかにもできるので、はい、そこの水とか周りも行けます。へー、これじゃあもうオーダーさん次第って形なんですね、はい、このスペースは。そうですね。へー、結構多いですか。トイレとかにして借りられる方も多いですか。うちはレンタカー屋で、はい、トイレってさすがに推薦はできないんですよ。そうですよね、確かに、はい、なのでまあうちはしてないですけ ど、 なるほど。個人の人は大体 90% ぐらいトイレしてます。あ、このスペースをしてます。はい、もうお子さんがいる時方はもういつトイレ行く子供が行きたいっていうか分かんないんで。でもちょっとたっぷり楽しめましたね。バッチリでしたよ。これで旅行はしたくなるな。うん、一人だけ秋葉原スプリームかしいな。見てまいりましたけど、はい、いや、よかったですね。よかった。非常に走ってないのキャッキャできるというね。楽しかった。中野くんどうだった。いや、だってさ、まあ、まずね、ここまでで3人寝れるんだよ。そう、確かにね。そう、とんでもない話です。ケン君どうでした。俺あのキャンピングカーで旅をしている YouTuber の方をめっちゃ見てるんですよ、うん、で、すごい興味持ってたんで、うん、あ、こんなに快適なんだと思いました、うん、ぜひ借りたいなと思います、うん、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでタックルさんも、はい、もちろんね、あの先ほど申し上げましたけども、はい、あのチャンネルをやられているということで。あ、そうなんです、ね、はい、これ、後ろ、これわー、すごい。これ今チャンネル登録していいですか。いや、今ボタンじゃない。あ、いいですか。あ、うん、あ、反応してない。ちょっと弱くてここですよね、ちょっと。まあ基本はキャンピングカーの紹介、うん、これ以外のキャンピングカーと、うん、あとは僕が旅出てる動画もしてます、はい、うん、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ概要欄にあの URL 貼っておりますので、はい、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います、はい、ということで、この動画いいよと思ってくださった方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄から関連動画見られるのでチェックしてください。 SNS のフォローもお願いします、はい、またご覧ください。バイバイ。まあ夏休みがね多いかなと思ったんだよ、うん、決めつけないで。あながち間違いではないけど、ね、そんなにへこまないでほしい。確かに。